本日の企画はですね、こちらです。どうもジョージアある日の野口です。ジョージア在住2年の僕がね、行きつけの日本食レストラン赤坂っていうお店があるんですけど、もうね動画にも何回も登場してるお店なんですけどね、ここねメニューが全てにおいてちょうどいいんですよ。例えばね、ジョージア料理のレストランで1人で行けないんですよ。なんでかってね、もう量が多すぎる。まあそれはね嬉しいことなんでありがたいじゃん。ね、安くていっぱい食べれるのはねありがたいことなんですけれども、でもねやっぱりね1人で行けるくらいちょうどいいお店がいい。今日はそんなね、あらゆるちょうど良さを兼ね備えた日本食レストラン赤坂でね、100ライン使ったらねどれくらい食べれるのかということを検証していこうと思います。それではやっていこう。この100ラリーっていうお金の価値なんですけどね、日本円に換算したらね3200円とか3300円ぐらいになります。でもねジョージアにおける100ラリーっていうのはねかなり高いんですよ。食事に1人100ラリーなんて絶対かけませんからね。前回なんかでハチャプリっていうジョージアの伝統料理の超巨大版をね食べに行った動画があるんですけどね、あれね食べられやしないんですよ。まああれはね40ラリーなんですけれども、もうね量の暴力。今回はね、この赤坂のメニューならこの企画マジでいける気がする。初大成功大食いチャレンジの予定となっておりますのでね、ぜひご覧ください。ガーマンチョーパー、ガーマンチョーパー、すいません遅れちゃって。全然全然、今来たとこ。どうしたら店員さん呼びますか？ちょっと呼びます。 OK。 まあね、最初はね軽く50ラリぐらい注文していこうと思うんですけど、今ねこのメニューがね、このQR コードをスマホで読み込んでってやらないと飲食店のなんか規制があるんだよね。そうですね、メニューはみんな触るから規制されてるんですよ。なんか今これか使い捨てのメニューじゃないとダメらしい。早速ね50ライブぐらい注文してみようと思います。うわー楽しいだろ、いけるのかな。店員さん呼びましょう、呼びましょう。頑張りましょうか。じゃあね、ポークカツか。ポークカツ、ポークカツ、エビ餃子、エビラーメンプレート、餃子とラーメンプレート、おつまみチャーシューですね。あとなんだろう、あれ、わかめ、さらに冷やし、冷やし、エフラガンデミラーメン。ああ、あれついてる。I cannot go down. Ah, please write. Yeah, please write. I'm right. Yeah. エビオリさんにオフィ。Yeah, okay. Hiyashi, ramen plate, gyoza, pork katsu. Maybe if that would onotsu. About 40 rari, right? I'll see how much it costs and I'll calculate. Okay. これ何ラリーになるかね、今書いてもらって。多分50ラリーぐらいになると思うんですけどね。61ラリーの5ラリー。Okay. ひとまず、61ラリー。ちょっと注文してみましたんで、待ちましょう。さあ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 、やってまいりました、やってきてしまいました、第1弾。まあね、この感じのラインナップでとんかつと餃子とわかめサラダとおつまみチャーシュー、ラーメンプレートですね。これとまあ水で現在61ラリ。これはねマジでいける気がする。失礼します、いただきます。残り40ラリぐらいってことでね、次の注文もしてしまいましょう。味噌スープとベジロールと、はい、豚骨ラーメンかなって。おお、豚骨ラーメンいっちゃう感じですか。おお、いいっすね。あと40いけるでしょう。まあ今んとこね、こう半分ぐらい食べましたが、今んとこ全然いけますね。本当にいけちゃうかもしれないね。さあ、というわけでね、第1陣、なんとかクリアしました。どうだろうね、残り40ラリってことでね、味噌スープとベジロールとラーメン、ちょっと行ってみようと思います。味噌スープがやってきました。野菜巻きベジロールですね。このね、味噌スープが意外とでかい。なんかこういうのだと思ってたらすごいのが来ちゃった。来た、来てしまった。最後の一品、
豚骨ラーメンです。いや結構きついよ。いただきます。うわこれはやばいっすね。うんうまい、うまいんだけどね。こいつはやばいぜ。やばいな、やべえな、これはやばい、これはすごいな。こんな苦しいことある？マジできついな、これ。いや、あとちょっとよ。やばいね。ダメだ、もう食えない。いや、なんと誠に申し訳ないことに、ベジロール三巻きとチャーシューちょっと残してしまいました。くそー、いけると思ったんだけどな。いやちょっとねちょっとね、値段がね、はい、今何ラリなのか、100ラリ超えてるんじゃないかな。ちょっと聞いてみますお願いします。はい、今回これ全部で108ラリ。おお、8ラリ分ぐらいあるんじゃない8ラリオーバーしたんでギリギリクリアじゃないですかこれはお、そうね。いや、まあ、頑張ったかもしれない。ありがとうございます。残りは持ち帰っていただいて、マジでお持ち帰りで美味しくいただきます。いやちょっとね、いや日本人唯一のジョージアンダンサーならこんなぐらいね食べれると思ったんですけれども、8ラリ分残っちゃいましたね。いやまさか、でもね本当に絶対いけると思ったんだけど、まあそんなことよりもね、これだけね日本にちなんだメニューがあるということで、ぜひねジョージアに来られる日が来た時には赤坂に来てみてください。いやでもね、人はね30ラリで幸せになれるわ。100ラリもいらないです。この動画が良かったらぜひぜひ高評価の方をよろしくお願いします。それとチャンネル登録もぜひ。それではまた次回。食いすぎた、マジできつい。めちゃくちゃきつい。いっぱい頼んでいただいて。グッド、ガモイツルーク、アルヒ。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。